球2軍のウエスタンリーグに今シーズン初めて参入した工夫ハヤテベンチャーズ静岡。先月29日、本拠地のチュールスタジアム清水で行われた最終戦には、シーズンで2番目に多い2355人が観戦に訪れました。このチュールスタジアムに観戦に来られたりしますか？いや、初めて。どんな選手がいるのかもね、分からないから。いや、前から見には来たいとは思ってたんですけど、静岡県のチームで、こういう立ち上がりのところっていうのはどういう雰囲気なのかっていうのをちょっと見れればと思ったんですが、今シーズン工夫ハヤテのホームゲームは63試合で、1試合あたりの観客数は866人、ファームリーグ14球団の平均をやや下回り、球場の規模や立地条件は違うものの8番目の結果です。で、当初試合平均700人の1年間で5万人集めたいですっていう目標を掲げていた中では、最低限の目標はクリアできたかなというふうには思ってます。これは完全に球団側の手が回らなかったっていう言い訳になっちゃいますけど、やっぱ告知認知活動ですよね。そこはなかなかやっぱりそこまで手が回らなくて、プロ野球の2軍の運営費が最低でも年間5億円かかると言われる中、チームの立ち上げなどゼロからスタートした工夫ハヤテにとって、スポンサー企業の数も十分とは言えず、経営面で厳しい状況に置かれているのが現状です。このため球団にとって行政の支援は欠かせません。静岡市はプロジェクトチームを設置して球団との連携を推進。今シーズン最後の2試合についてもそれぞれ3000人の観客を呼び込む計画を進めました。何らかの形の周知の強化はもちろんですけども、何らかのイベントを打ってそれをうまく周知すればですね、まだまだ入場者数というのは増やせるというような私も認識でいます。おじさんほとにも来るので、とにかく少年と家族をターゲットっていうことで、一番上の地元アマと少年との勝負、本当にプロ野球選手に触れられるよっていうのをフックに、少年と家族を呼ぶっていう視点がいいのかなと思うと、プロジェクトでは食との連携などさまざまな意見が出ましたが、検討を重ねた結果、来場者への球団グッズのプレゼントやチアダンスチームによる応援、小さな子供連れでも公園で遊ぶ気分で野球観戦を楽しんでもらおうと、初めて外野芝生席の開放を行いました。外野席からの全体を見ながらの距離感がもう違いますね。はい、ピクニックみたいなね。はい、そうです。もう家族連れも多いんで、はい、のんびりと楽しめることができます。はい、あ、いいですね。なんかなかなか寝転んで見れるスタジオなんかないですから、はい、家族連れをターゲットにした外野芝生席開放の評判は上々でしたが、独立リーグの運営経験を持ち静岡市のアドバイザーを務める坂口博明さんは、今後の集客アップのためには球場以外での市民との関わりが必要と指摘します。ただの野球が好きな皆さんとか、あるいはそのスポーツで街をっていうところから、さらにもっとこういわゆる一人一人の社会生活のこう接点になるような場面に、球団とか選手とかがもっともっとこう積極的に出ていって、その人々の生活レベルのところにどれだけ食い込めるかっていうところにチャレンジしていかないと、なかなかその集客とかその売り上げっていう意味では厳しいとは思います。できることから今やらせていただいているというのが現状で、試合に来ていただいたら土日祝日はお見送りを必ずさせていただいてますし、実は意外だって言われたんですけど、うちってシーズン中でも選手派遣たくさん実はしてるんですよ。野球教室とか地元のイベントとかお祭りとか、ビジターに行ってる時って居残りの選手がいるので、それ意外と知られてなくて、あ、大丈夫なんですねっていうことで、結構後半ですね、後半特にですけど、
あの地元の商店街のイベントとか野球教室とか積極的にやらせていただいているので、そういったところで、交流を図っていきたいなというふうには思ってます、はい、年内には経済界を中心とした工夫はやての講演会組織が発足する見通しで、球団はファンクラブの設立も計画しています。シーズン1年目の成績はウエスタンリーグ最下位、来シーズンからは白星を重ね順位を上げることはもちろんですが、いかに地域に浸透していくかが求められます。